食事ですか。食事の間ぐらい手錠を外していただけませんか。ダメだ、手錠も目隠しも絶対に外すなっていう命令だからな。ではせめてパンをもう少しください。待ってろ。やはり邪魔ですね、この手錠。おい、どうした。お前何を。手錠が邪魔なんで手首を食いちぎってやろうと思いましてね。私の話をよく聞いてくれる方でよかった。この一週間私があなたに話し続けてきたことは全てこの瞬間の伏線だったんですよ。あとはあなたの目を見て催眠暗示を発言させるだけでよかった。ここがどこだか分かる？あなたの父親が死んだ場所よ。